皆さんこんにちは。私の名前は青木、科学戦隊液体の総司令官です。今回科学戦隊液体は液体に関する実験を行っています。液体員全員集合。レッド、ミストの力で魔法の卵を作成せよ。任せとけ。ホワイト、結晶の秘密を探れ。わかりました。イエロー、液体 X で実験をせよ。簡単すぎて涙が。グリーン、水で光ファイバーを再現せよ。任せてください。ブルー、化学の力で液体を長時間発酵させよ。あれあれ。レッド、君からミッションスタートだ。はい。今回は総司令官に密度の力で魔法の卵を作成せよを課せられた。ところでみんな、密度って何か知っているかい？例えばこの木と鉄。君、これちょっと持っててくれないかい？どっちが重い？はい、ありがとう。まあみんな分かると思うが、鉄の方が重いよな。これは鉄の方が密度が大きいからなんだ。密度とはある一定の大きさあたりの重さのようなものなんだ。ではミッションを始める。みんな卵を水に入れるとどうなるか知っているかい？1、卵が浮く。2、卵が沈む。3、ひよこが生まれる。4、卵が消える。ちょっとレッド、3、4はあるわけがないじゃないですか。卵が浮くのもできないんじゃないかな。だってさ、これを見よう。必殺ふかふわ卵。説明しよう。はじめの実験では卵が水に沈んでしまったよね。これは卵の密度が水の密度よりも大きいからなんだ。では砂糖水に卵を入れると浮いたよね。これは卵の密度が砂糖水の密度よりも小さいからなんだ。そしてふかふわ卵はこれらの性質を組み合わせている。この水は 2種類に分かれていて、下は密度の大きい砂糖水、上は密度の小さい普通の水。砂糖水に対しては卵は浮き、水に対しては沈む。だから真ん中に浮くのだ。おー、レッド、これで密度の力で魔法の卵を作成せよは成功しましたね。おう。そしてこの密度の力を使えば七色の水だって作ることができるのさ。え、そんなのどうやってやるんですか？だってこうやって2色でも混ざっちゃうのに、7色なんてどうやってやるんですか？任せておけ。これを見よう。おお。必殺アクアレインボー。説明しよう。この紫色の水には砂糖がたくさん入っている。そしてだんだん上に行くほど砂糖の入っている量が少なくなっているのだ。だから下は密度が大きく、上は小さい。密度が違うから水が分かれるのだ。おお、レッド、これで密度の秘密がバッチリ解明されましたね。おう、早速総司令官に報告しなければ。みんな行くぞ。イエスサー。さすがですね。
そうですね、何もやることがなくて。でも今日は皆さんもこうやっていらっしゃってるし、何か実験でもしたいですね。まあいつもサボってばっかりですからね。サボってばっかり、それは失礼だな。そうだ、ちょうど今総司令官からついに催促のメールが来ちゃいましたよ。催促？催促ですか。メールを受信しました。早くミッションを実行せよ。総司令官より。これはまずいぞ。ちょっとこのままじゃ給料も下げられちゃいますよ。給料半減かよ。では早速実験でも始めていこうか。そうだな、メガネ取れちゃったけど、まあ、みんなバレてる。ではまずここにいる皆さんに問題を出したいと思います。こちらの黄色い石にこの青い、この黄色い石をこの青い水の中に入れるとどうなるかを皆さんに挙手して、ちょっと皆さんの、ね、答えを聞いてみたいと思います。では女子君、この1から3までちょっと読んでみてください。では1の爆発するだと思う人は手を挙げてください。手挙げて、手挙げて、手挙げて。いないな、いないぞ。結構少ないですね。では2の上に塊が伸びるやと思う人は手を挙げてください。いや、かなり、かなり、かなり量多いですね。期待しちゃいますね。ありがとうございます。では3の消えるだと思う人は手を挙げてください。これも多いですね。こちらもいますね。こちらもいますね。結構多いですね。いや、2か3っていうことですか。そうですね。いいですね。では女子君、答えをお願いしようか。はい、答えは2の上に塊が伸びるでした。合っていた人は素晴らしいです。この問題はなかなか難しいと思ったんですがね、合っていた人は素晴らしいですね。では早速今のことを実験でやってみたいと思います。ではよく見ていてくださいね。こちらは先ほどお話しした青い、でこちらは先ほどお話しした魔法の黄色い塊というもの。結構時間かかりますね。そうですね。でも、いや、では皆さん、ここにいる方には15分後の写真を撮ってきておりますので、そちらを見てもらいたいと思います。こんなに伸びるといいですね。なんだか海藻の和歌みたいですね。それはいい例えなんですよ。実はこちらのものは色も黒くて本当に若いみたいなものなんですよ。この実験をトラウデの人工細胞って言うんですよ。いやさすがホワイト、たまにはこういう難しいことも言いますね。たまにはですか。まあ僕もこれからですからね。そうですね。ではこちらのこと、こちらはトラウデの人工細胞といって、青い水を、先ほどの黄色い塊を青い水の中に入れると簡単に上に伸びていくみたいな。この実験を応用したものにケミカルガーデンというものがあるんですよ。こちらも実験でいろいろやっていきたいと思います。こちらのものはですね、今紹介したケミカルガーデンというものなんですけど、不思議な透明な液体の中に塩化コバルトというものを溶かすだけで、このように筒状に上に伸びていくっていうものなんですね。先ほどのトラウデの人工細胞と大変似てるんですよ。で、この塩化コバルトというのは実は水に溶かすと淡いピンク色になってとっても綺麗なんですよ。そうです、よく知っていましたね。ではちょっとそれを見せてくださいませんか。今こちらに入れたのは塩化コバルトというものです。色
色は紫色っぽいかもしれません。色が変わっていただいたのをお分かりいただけましたでしょうか。ピンク色に変わったです。先ほど透明だったのがこうやって振るだけでピンク色になる。こういうものを、こういうものがこの塩化コバルトという特徴なんです。ではこの実験もかなり時間かかるので実際に溶かしてみましょうか。そうですね、またお願いしますよ。では入れますね。こちらもなかなか変化がありませんね。今入れたこれも多分この発表が全部終わる頃にはここまではいきませんけど、この3分の1ぐらいには育っていると思いますよ。そうですね。だから 目みたいなのが出てきた方がお分かりいただけたら。これはとても簡単で、この液体の中にこの入れるだけなんで、本当に実験と言われじゃないですか。まあ、入れてるだけなんですけど、楽しんでいただけて嬉しいですよ。で、この水ガラス水溶液というのは、この水ガラスというものを水に溶かした、まあ、液体で、この中に入れる結晶をいろんなものに変えると、例えばこの真ん中のように樹木のような形になったり、そして右側の硫酸マンガンというようにそのイソギンチャクのような形になったりするんですよ。物質によって形が変わるっていうのはこの実験はとても面白いですね。あ、でもどうしてこんな風に糖ができるんでしょうか。そうですね、それを少し皆さんにお話ししましょうか。今、こちらの液体には透明な水と先ほどお話ししましたが、この中に水ガラスといった特別なものが溶かしてあります。その中に塩化コバルトなどいろいろな種類のものを、いろいろな種類の結晶を入れると、このように物質が溶け出して膜のようなものができているんです。この膜は半透膜といって、水は通すがその他の物質は通さないというような不思議な性質を持っているものなんですよ。その半透膜の中に水が入り込んで、そして膜が破裂し、そしてまた膜ができて、そしてまた膜が破裂してという具合になって、このように上に伸びていくというわけです。ホワイトさん、これで一応ミッションは終わったので、あとは総司令官に報告するだけですね。そうですね、もう時間もないですし、そろそろ報告いきましょうか。はい、レッツゴー。液体員イエローですね。液体員唯一の日雇い労働者であります。普段別の仕事をしているんですがね、ちょっと今日は特別に、液体員というふうに出させていただいています。非常に多くのお客さんありがとうございます。まあこんなに多くのお客さん集まったのは僕のおかげですね。皆さん僕を見に来てますね。うん、僕だけを見に来てます。そうじゃないと思った人後で後悔しましょう。ところで今回司令官からちょっとした指令の方ね、液体 X を使って実験せよということなんですが、分かりませんね。誰かこの液体 X の正体今分かったって言っています？分かった、答えないでください。この液体 X ね、使って実験していきたいと思うんですが、今回どうしても実験したいという僕の友達がいますんで、ちょっとねその方にね席を譲りたいと思います。
ということで僕はちょっと退席させていただきます。皆さんどうも、同一人物ではございません。オカレット中田でございます。普段ね、通信販売の方をちょっとテレビとかでねお見かけする、ところがあるかと思いますけども、今日はねちょっと生でやっていきたいと思います。今回紹介するのはこのちょっとボロボロの 3D メガネではありませんよ。液体 X です。液体 X を使った実験ちょっとご紹介していきたいと思いますけどね、どっからどう来てもキャノンランになります。液体 X ね、油を使った家でもできる簡単な実験の方紹介させていただきたいと思いますけどね、用意するのは透明な容器ですね。ついでにガラスのコップ、ないという方は新しいものを買ってください。今回油の威力を確かめるために私がちょっと水で同じ実験をしていきたいと思います。透明な容器にガラスのコップ入れておいてください。その中に水を入れていきますよ。やらなくても結果は出ています。見事にコップ何も変化がしていない、見えたままです。ここにね油を同じ条件の中で入れていきたいと思います。消えていっていますね。消えていますよ、きっと消えています。はい、消えましたよ。消えたということにしておいてくださいね。はい、見えません。この実験ね、私にはどうしてか分かりませんということで、今回ちょっと教授っぽい風貌をしている2人のただの岡高生に、説明したを頼んでおりますので、藤田君、鈴木君、よろしくお願いいたします。それではなぜガラスは消えたのでしょうか。この図を見てください。この赤い線は光を表しています。このように違うものを通るときにその境目で光が曲がることを屈折と言います。屈折ですか。ご存知の方いらっしゃっても知ってるとかちょっと大きな声で言わないでくださいね。はい、今回の実験ではこのようになっています。水の中にガラスのコップが入っていて、光はこのように複雑に曲がって目に入っています。ちなみにあの絵は目ですよ、目だと思ってくださいね。はい、そうすると光は直進していないため、水の中にガラスのコップがあると認識することができるんです。私たちの脳で感じるわけですね。またこのようにガラスのコップの表面で光が跳ね返っても目に光が入ってこれば認識することができます。分かりやすい説明ですね。ではここからは僕がお話ししましょう。油とガラスだとこの どうなってしまうのでしょうか。この図を見てください。親まっすぐ進みましたね。このようにガラスと油だと光の曲がり方がほぼ同じになってしまうために、光が曲がらず直進してしまうんです。ほぼですよ、厳密なことは言わないでくださいね。光がこの実験では今回の実験ではこのように空気とビーカーの中では間では曲がりますが、油とガラスの間では曲がらずに直進してしまうんです。そうすると私たちの脳、あんまり頭がよろしくないみたいですね。ないものとして認識してしまうわけですね。そうなんです。僕たちの目は反射や屈折によってものを見ているために、このように屈折しなかったり反射しにくかったりするとガラスのコップは見えなくなってしまうんです。わかりやすい説明でした。はい、そろそろ時間ですね。
私も変身していかないといけません。ミッション報告させていただきたいと思います。油によってガラスが消えた、そのままですいません。今回の実験ね、家でも簡単にできる実験ということで、皆さん、ご家庭に帰ってお楽しみいただけたらと思います。今回のショーで私の本当の姿見てしまったという方、ショーの中の話だけにしといていただけたらなと思いますのでね、私も行きたいにいつクビになるかわからない身ですので、はい、よろしくお願いいたします。私たちのショー、発表はこれで終わりにさせていただきますけども、全体としてのショーはまだまだ続きます。今から後半に入っていきます。後半には私たちのショーより面白い企画、面白い実験、面白いトーク、ないかもしれません。ないかもしれませんが、どうぞ、楽しんでご覧いただけたらと思います。ありがとうございました。ミスター、ライタニングミスター。わー、電飾が綺麗だね。そうだね、そうだね。でも君の方がもっと綺麗だよ。でももっと綺麗なあれは光ファイバーって言うんだ。どっちだよ。でももっと詳しく知りたいな。説明しよう。俺、化学戦隊液体グリーンだ。と、その部下だ。青木司令官の言ってたような事件に遭遇したぞ。光ファイバーの前に光についてざっと説明をしよう。これを見てくれ。光は基本的にまっすぐに進む。そして違う物質に当たると通ると曲がり、違う物質に当たると反射するんだ。水中から空気中に進む光には曲がる光と反射する光がある。水中から空気中に光が出るとき、この水中の光が小さく、空気中の光の角度が大きくなり、またこの水中の角度を大きくしていくと、こっちの空気中の角度はどうなると思う？そう、90度になる。そしてこの90度以上に大きくなることはもうない。それでもさらに水の中のこの角度を大きくしていくとどうなると思うか？するともう水面へは光が一切出なくなり、完全にこの中で反射してしまう。この現象を全反射というのである。なるほど、これはさっきの油とガラスで出てきた屈折の応用だね。で、これが光ファイバーと何の関係があるのかっていうと、この図を見てくれ。光ファイバーは全反射を繰り返しながら向こう側へと光を伝えていくんだ。基本的に光ファイバーは2つの物質でできている。その2つの物質はさっき水と空気の説明をしたように全反射が起きる条件になっているんだ。そういうことなんだ。それでは最後に今回の指令、水を使って光ファイバーを再現せよ。そのミッションに挑戦していきたいと思う。よし、来たカモン実験装置。良い子のみんな、科学実験の前には安全確認を怠ってはならない。特にこういう電気を使う実験にとってはショートは大きな危険となる。きちんと安全確認を行った上で実験を行おう。いや、まだ準備に時間がかかるようだな。大丈夫か？任せろ。では、照明を落とせ。それでは行くぞ。3、2、1、スタート。見えだろうか？
気をつけてくれ。はい、お疲れ様だった。ちょっと見えにくかったかもしれないけど、それではちょっとさっきの現象について詳しく説明をしていこうと思う。今回は光が見えやすいように薄い石鹸水を使ったけど、もちろん普通の水でもできるよ。今回の現象について説明をする。まず今回の現象は水を使って光ファイバーを再現するということだった。これが水だ。光が水に当たる、水と空気の境目で曲がっているの、反射しているのが分かるね。その通り。ここの水と空気はさっきの説明したように、ここの間で全反射を繰り返すことによって下の方へと光が伝わっていくのだ。しかし今の光ファイバーはさっきちょっと見えにくかったように、少し光がこちら辺に漏れてしまっている場合もある。確かに光が少し漏れていたよね。けど本物の光ファイバーは光が漏れてないよね。その通りだ。なかなか君いいところに目をつけたじゃないか。光ファイバーはそのようなことがないようにきちんと設計されているんだ。とりあえずこれで試練は完了かな。完了。科学の力で液体を発光させよう。これが青木総司令官からの最後の指令だ。ああ、俺はめんどくさいからあとはお前たちに任したぞ。よろしく。なん？仕方ねえな。仕方ねえからミッションやってやるか。ではまず実験を始める。この実験では2つの液体を使う。こっちが A で、こっちが B で。じゃあ、行ってきます。皆さん、拍手をお願いします。まず1つ目の液体には 1% の水酸化ナトリウムとルミノールと水が入っています。これを A 液とします。2つ目にはエキサシアの鉄酸カリウム、鉄酸酸カリウム、オキシドール、水が入っています。これを B 液とします。では今からなぜ液体が光ったのか説明します。それは A 液の中にある A 液の中にあるルミノールとオキシドールが反応すると小さく発光します。それを鉄があると強く反応することで、まあ、さっきのように光ります。これをルミノール反応と言います。このルミノール反応という言葉を聞いたことがある人は手を挙げてもらえませんか。ありがとうございます。ではこのルミノール反応というのが実際どのような場面で使われているのかを調べてみましょう。皆さんもよく見るアニメのコナンや刑事ドラマなどで実際には使われている、血液を調べるために使われています。ではなぜ血液を調べるのにこのルミノール反応が使われているのでしょうか。実は人間の血液にはヘモグロビンという鉄を含んだタンパク質が含まれているからなんです。つまり人間の体には鉄が含まれているのです。この鉄によってルミノールとオキシドールが強く反応しルミノール反応を起こしているのです。今から僕が進めていきたいと思います。さっきの実験では青木司令官のミッションをクリアしないですよね。
青木司令官のミッションは液体を長時間発酵させようということなので、今から僕が長時間発酵させるやり方を博士たちと一緒に教えていきたいと思います。紹介しよう。小杉博士と薄井博士です。私が小杉博士です。濃い方が長く光るに止まっている。どうも、私が薄井博士です。濃くなんかしたらすぐに終わってしまうに決まってます。薄くするべきです。今二人とも真逆な意見を言ってますよね。では皆さんはどちらだと思いますか。まずさっきの一体を濃くした方が長く光ると思う人は手を挙げてください。では薄くした方が長く光るんじゃないかと思う人は手を挙げてみてください。では今から実験で確認していきたいと思います。では皆さんも一緒にカウントダウンをしてください。3、2、1。皆さん見た通り薄い方が長く光りましたよね。では今からそれを解説していきたいと思います。今実際にはこの濃い方と薄い方で黄色いの、この黄色いのがルビノールだとして、こっちがオキシドールです。それが今からこのように反応して、濃い方ではすぐ反応してしまい反応するスピードが速く、薄い方では少しずつ長く反応していくことにより薄い方が長く光り続いてたんです。しかし小杉博士の言っていたことも間違いではないんですよ。実はこの後にまた B 液を入れていくと、薄い方はもうルミノールがあまりないので、あまり光らなくなり、濃い方はまだルミノールがあり、もうこの薄い方にどんどん近づいてますよね、状態が。それによって濃い方は今度長く光り続けるようになります。私はそれが言いたかったのだよ。さすが小杉博士。では今からミッション報告。水で薄めた方が光が長くついた。これをブルーにさっさと報告に しに行きましょう。行くぞ。さすがは液体でした。みんな素晴らしい実験をしてくれた。皆さんどうでしたか。液体としての実験は私は素晴らしかったと思います。ところどころミスもありましたが、まあさすがと言ってほしいでしょう。それではこれでそろそろ終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。あ、追加でまた液体たちにも挨拶してもらいたいと思います。それでは液体たちお願いします。科学センター液体。